なんか杉山さん大事なこと言ってたんでちょっと言ってください。いや教えないです世の中のキーパーに。教えたくないです。教えたくないですか。キーパーはこのクリップ、あのこのね、ラップになってるところがポイントってことですね。そうですね、このやっぱ人差し指と小指のカッティングが変わったことによって、うん、まあ、ものすごくやっぱ指の力が入りやすくなったっていうのと、やっぱキャッチするときに大事なのはやっぱこの小指と人差し指と親指なんで、まあ、正直この3つがこうちゃんとうまくあのボールにかかってればちゃんとキャッチできるんで、この2本は正直その添えてるだけでキャッチするとき大丈夫なんで、まあ、正直極端な話で言うと浮いてても大丈夫っていうか、まあ、添えるぐらいの力そこまで入れなくて大丈夫っていう感じで、この3本がすごく大事なんで、小指、人差し指、親指、そこでうまくこうはまるようにキャッチできれば、まあ、問題なくキャッチできます。ありがとうございます。2回目言っていただいて